いやいや、俺これを信じない信じない信じないそうね、これで出なかったもんね。信じないよ。バロです、チェロです、バロチェロです。はい、ラグナドルやっていきましょう。いきましょうかね。ね、今回はね、うん、国ガシャ、国ガシャ来ましたね、の優勝ガシャですね。うん、これね、連続で引くとね、上がっていくんだよね、多分500個ずつとか。そう、そうよ。そうよね。うん。なんか他の方の動画で見たんですよ。うわーと思って、これもう無理やんって思ったんやけど、でもよくよくね、説明見るとリセットされますって書いてんだよね。うんうん。で、まあ、1日70回までしかできませんよと。うん。まあ、1日70連引くうちは結構な、ゆきちさんが飛んでいくと思うんですよ。飛びますね。ちょっと僕らにはそんなの無理じゃないですか。しかも 0.01% 引き当てるなんてね。そうね。で、まあ、ちょっと次の日見てみようかっていう話をしてて、うん、まあ、ライブでね、10連したんですよね。嘘、出るの？いけそうな気がする、いけそうな気がする、言ってる。あ、2個しかない。あ、虹。あ、え、これどっち引いたの？どっち引いたの？マミ。あ、ジャミ。ジャミ？ジャミ出すの？これは来たんじゃないの？来たね。ははーって笑っていた UR1 以上、うん。あ、そうなんだ。スクショの準備は良いかで UR2 以上。これあるよ。これあるよね。やったね。得積んだよ。頼む頼む。お、すべて見える。おお。見えた？見えちゃった？見えちゃった？1個じゃないんじゃないこれ。あ、2個。あ、2個、嘘。これは来るんじゃない？やばい、やばいよ。残す？虹残す。残そう。うわ、いいな。怖いな、引くの。あー、緊張するね、これ。わー。頼むよ。うそう。あ、武器。あ、滝夜叉姫。あ、滝夜叉姫の武器。すごい。あ、キャラ来る？頼むよ、マジで。頼む。あ、武器。かぶりやん。出ないよね。いやー、まあまあまあ 0.01 やけな。そうですそうです。今日がその翌日です。え、まあ、見ていただくと、まあ、説明の通りね、リセットされて10連が500で回せると。うん。だからこれさ、ちょっとだるいけど、うん、課金するやん。うん。で、毎日10連ずつしていけば、まあ、お得っていうことよね。そうね。うん。欲を抑えて。そうまあ分かるんよ、引き出したらもう止まらんけんさ。そう、ガッて行きたくなるんやけど、ガッて行ける増え方しないじゃん。そうね。うん、500ずつとかなかなかよ。なかなかね。うん、だって20連したら500と1000で1500ってことは30連できるんですよ。そうね。我慢すれば。毎日ね。うん、ということでね、まあ今度から計画的に優勝ガチャを回していきましょうか。そうですね。はい。ということで、ポロさんは10連。10連。あ、もうそれでいいの？なんかこう、意気込みとかなんかコメントもなく急に回す感じ？え、でもないよね。まあまあ、ないね。ただ弾きたい。うん、じゃあ弾きましょう。滝夜叉姫でいいの？昨日ね、こっちの、うんうん、ジャミさん、うんうん、弾いてみたんですけど、うん、ダメだったんですよね。うんうん、これもなんかね、どっち回しても同じような気もするけどね。まあ、行きますか。行きましょう。わかんない。いや、俺そっち回してだって、滝夜叉姫の武器出たからね。あ、そっか。うん、だからよくわかんないけどね。わかんないね。うん、まあまあ、滝夜叉姫行ったらいいんじゃないですか。そうね、昨日こっち行ったから今日はこっち、うんうん、行きますよ。はい。いや、出るかな。いや、もう出ないよ。お金かかってる。お金かかってるよ。まあまあまあ、昨日爆死よ。じゃあ行きますね。はい。あー、震える。お願い、赤いつき、お願い。お主の運命やいかに。いや、鳥居は豪華。あ、ちょっと豪華、ちょっと豪華、プチ豪華よ。あ、黄色。目が光ってないけど、2個入りました。2個入ったね。あ、これダメかな。うわ、引き直しある？引き直しでも、俺も絶望したからね。カットイン。嘘。全部青い。こんな、これもなかなかないね。
そうだね。無料ガチャの方がまだ色ついてたんじゃない、うん、わあ、しかも。しかもかぶり。もう絶望でしかないよね。いや、だって。優勝よ。うん、まあまあ、しゃあないね。優勝よ。うん。優勝よ。絶対言うと思った、今。はい、じゃあ、買ってください。あー、そっかー、はい。はい、買われました。はい。僕ね、チケットがあるんで、3枚。まずはね、ちょっと準備運動。どうする？これで出たら。許せないよね。まあまあ、これはよくあるよ。よくある。まあまあまあ、よくあるやつね。うん、良い目をしているからの入らない。あ、黄色、私よりいいよ、格上よ。虹、まあまあね、何個で来るかっていう話よね。そうよ。はいはいはい、いいですよ。まあまあいいんじゃないですか。よし、次本番。うん、これはやっぱね、あ、マミジャミで、そう、ジャミさんが欲しいんですよね。いきますよ。頼むよ。お、え、あー、鳥居が。でも前回も赤い月。お、お、いっぱい入ったよ、いっぱい入った。虹色。魂がすごいよ。え、頼む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 。いや、出てほしいような。よし。逃げられるとでも思って。逃げません。逃げないよ。虹来い。おー、いやいや、俺これを信じない信じない信じない。そうね、これで出なかったもんね。信じないよ。やるんじゃない。お、なんで。よし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 、ちょっとね、周りから攻めていこう。おー、あ、ペロリンチョ、なんかエロいね、これちょっとセクシーですね。いいな、掛け軸。いいね。これですよ。いきますね。どうぞ。どうする、出たらマジで。いやいやいや。来い。そう出ませんよ。あ、お、あ、掛け軸。掛け軸。おお。お、すごい。これは何なんの？これほら。あの三姉妹だよね、もう一つの国の掛け軸だよ、うんうんうん、すごいよ。これさ、なんかあんま関係ない、全部紛れてんじゃないの。紛れてるのかな、うん、でも選ぶってことは、これはちょっと効果を見たいけどね。いや、すごいよ、絶対。本当？わかんないけど。味方全体スキル威力増加。おお、初回チェイン二度ロージ、うん、あ、風属性、うん、バトル開始時地震魔法バフ1。おお、これは強いね。そうなの。うんうんうん、これはあのマミさんに合ってますね、多分。おお、いいな。ありがとうございます。ひどくない、ちょっと。ほら、1000個になっとくからね。そうね。いやー、よかったね。まあちょっと出なかったけど、まあ十分ですね。私を見てごらんなさいよ。何その、出なかったけど十分っていう。まあでもさ、2000円やん。2000円で20連できるわけだよ。だから毎月2000円課金してさ、毎月こう、なんていうの、2日に分けてやるみたいな。いや、ちょっと良くない？ラグなどにも貢献、まあ2000円で微力ながらね、貢献しつつ楽しいみたいなね。2000円。UFO キャッチャーとか言ったら2000円とか秒で消えるからさ。そうだけど、私まだ1個も出てないからさ。いやいや、それが積み重ねですよ。確率は積み重ね。うん。わかりましたよ。うん、はい。ということでね、今日はこの辺にしますか。そうですね。はい。では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。